はい、の幸いでございます。では、ファイナルファンタジー16、引き続きやっていきましょう。よし、サブクエ終わらせるぞ。あれを見てると。その前にね、手紙が来てるんでね、手紙だけ見て。あれ？ディオン殿下にどうしてもお見せしたいものがある。このお湯堀の望みを叶えるのにお主の力を貸してくれないだろうか。はい、合ってんだ。ハルポクラテスから頼み事とは珍しい。書庫に行ってみよう。ハルポクラテス、あんたからもらった手紙のことだが。おほう、あの件か。よく訪ねてきてくれた。ディオン・ルサージの名が書かれていた。彼と面識があったのか。ああ、わしはかつて殿下の教育係をしていたことがある。隠れ家に来るずっと前のこと。歴史学者として一時ザンブルクの宮廷に身を寄せていたのだ。その間殿下に学問を教えしていた。歴史に基づく宗教、商業、祭りごと、わしに教えられることは全て伝えてきた。しかし殿下が青龍騎士団を率いられるようになると、次第に座学に来られなくなってな。ここでお見かけしたときは驚いたよ。声はかけたのか。いや、話す機会を捉え損ねておる。殿下を拝見するときはいつも思い詰めたご様子で、とてもお声がけできる雰囲気ではないからの。あの方はご自身が引き起こした災禍の責を一身に背負うおつもりではないか。確かに彼は何か思い詰めてるように見える。だがどうしてあんたがそこまで気に病む必要が。あの時わしはディオン殿下がどれほどの重圧と孤独を抱いていたか知っていた。にもかかわらず慰めの言葉一つおかけすることができなかった。きっとあの方は一人で耐えておられたのだろう。わしが殿下の理解者になっていれば、災禍を引き起こした原因の一端はきっとわしにもあるのだよ、クライブ。ハルポクラテス、それであんたの望みとは。飛竜草の花、それも野生に咲く花を取ってきてほしい。あれが咲かせる花は見る者の心を和ませるという。殿下にお見せすれば少しは気が安らぐのではないかと思ってな。わかった、力を貸そう。詳しく教えてほしい。お主も知っての通り、本来飛竜草とは白い花を咲かせるもの。一方である過酷な大地で育った飛竜草は美しい薄紫の花をつけるそうだ。その要件を満たすのはウォールードのリークマルヒッチ。飛竜草の好む滝の周辺に自生していると思われる。危険な地へ赴かせるのは忍びないが、野生の飛竜草を探してもらえんだろうか。気にするな、少し待っていてくれ。ありがとう、クライブ。どうか
頼んだよ。よし、行こう。よっ。野生の飛竜草が自生しているのはこの辺りだったな。ん？あらバハム。これだ。薄紫の花、これに違いないだろう。もういいの？ハルポクラテス、野生の飛竜草を見つけてきたぞ。本当かね？ああ、見てくれ。
おお、これだ。間違いない。ありがとう、クライブ。あんたが直接ディオン・ルサージュに渡すといい。いや、だが待っていてくれ。彼を呼んでくる。え、ディオンどこにいるの？いた。ディオン・ルサージュ、話がある。出発するのか？いや、その前にショコまで来てほしい。ハルポクラテスがあなたに見せたいものがあるそうだ。先生が？今さらどんな顔をして言葉を交わせばよい。要は恩師に顔向けできぬ罪を犯した。無垢の民を殺めるという大罪をな。全ては世の弱さが招いたこと。もちろん贖罪の覚悟はとうにできている。しかしあの方と昔のように言葉を交わせばそれすら揺らいでしまいそうな気がするのだ。だったらなおのこと彼と話すべきだろう。その覚悟があるのならばきっと受け入れてくれる。わかった。感謝だけでも伝えねばな。イフリート、先生のもとへ案内してくれ。ああ、行こう。今までお声掛けすらできずにお許しくださるだろうか。大丈夫さ。ご無沙汰しておりました先生。これまで不義理を働いたことをどうかお許しください。本日は未熟な私を一時でも導いてくださったことにお礼を申し上げたくて参りました。遅ればせながら先生に心よりの感謝。どうぞお顔を上げてください。そのような姿、あなたには不似合いだ。生きて言葉を交わせた、それだけで十分です。殿下、お見せしたいものがあります。それは、飛竜草ですか？だが、珍しい色だ。これは野生の飛竜草。飛竜草は厳しい環境に置かれた時、稀有な色の花を咲かせます。その根に猛毒を持つとは思えぬほど美しい花を咲き誇らせるのです。殿下、あなたはこの花と同じ。これまでのすべてが今のあなたを咲かせている。誰が責めさいなもうと。どうぞあなただけはご自身を誇られますよう。再会の記念に殿下にお渡しできればと。
ハルポクラテス先生、ぶしつけなお願いをしても。この花をしばらくお守りいただけませんか。すべて終えた時には必ず。お待ちしております、殿下。命の続く限り、いつまでも。生きた証を残したいなど少し感傷が過ぎたか。恩師に引き合わせてくれた霊だ。取っておいてくれ。恩に切るよ。ありがとう、クライブ。お主のおかげで殿下と再び言葉を交わすことができた。殿下が無事に戻られるまでわしはここであの飛竜草を大事に育てるとしよう。隠れ家の土が合うといいが。もともと過酷な大地で育っていたのだ。きっと大丈夫。さて、お主に慰霊をしなければ、これを受け取ってくれないか。こいつは、あは、ストラスの羽ペンだ。長く生きたストラスの羽には、良き詩文が宿るという。わしがずっと使い続けてきたものだが、だからこそお主に託したい。クライブ、心から祈っているよ。お主が剣ではなくペンを取る日が来ることを。この戦いが終わればそれも夢じゃなくなる。ありがとう、ハルポクラテス。大切に使わせてもらう。なるほどね。よし。これ気になったんだね、おじさんの砂漠へ。おお、クライブ。クライブ、待っておったぞ。ラザフォードから知らせがあった。世話になったな。いえ、お気になさらず。奴の報告を聞くに、わしの思った以上に世界は切迫した時局にあるようだ。おじさんが危惧することは現実のものになりそうです。未曾有の大混乱。明日にでも民のタガが外れてしまうかもしれん。民誰しもが理性を失った獣になるのだ。かつてのアナベラのように。それだけは何としてでも避けねば。はい、そう思います。大きな問題となっているのは兵士の暴走、物流の停滞による食料不足、そしてそれによる民の動揺だ。多くの民は為政者を失い、混乱の中でさまよっている。民が立ち上がり自治を行っている町もあるようだが、それは全体から見ればごくわずか。国や軍に頼れぬ今、わしらが動くほかあるまい。誰かが道を作ってやらんとな。おじさん。問題の一つ、兵士の暴走については治安の維持に大きく影響する。真っ先に手を打つ必要があるだろう。そのため知人であるハベルに協力を仰いだ。
確か共和国の軍人でしたね。巨大なダルメキア軍の参謀を務めるほどの男よ。あれの他に適任は思いつかん。だが奴は条件を出してきよった。条件ですか？ああ、滞在人シドとの面会をな。わしに手を貸すということは遠からずお前にもつながっていく。故に一度直接会って、シドがどんな人物かを見極めたいそうだ。クライブ、どうか協力してもらえないか。はい、合点だ。ええ、構いません。他ならぬおじさんの頼みです。断る理由はありませんよ。それにこの混乱を収めたいのは俺も同じですから。礼を言うぞ、クライブ。早速ハベル卿と話してみましょう。彼は今どこに？迎えにやったラザフォードと共にランデラ関所の前にいるはずだ。わかりました。それでは行ってきます。クライブ、頼んだぞ。こうか。おい、なんかでかいのが浮いてるぞ。父ちゃん。え、こっから見えるの？あ、本当だ。浮いてる。あれ？また間違えた。何の騒ぎだ？わしがダルメキア軍の参謀ハベルと知って刃を向けるか、この逆賊め。二人とも下がって。貴様は？ああ、クライブ様。俺が相手をする。ふん、一人増えたところで同じことだ。全員殺してしまえ。これなんか禁断だね、これ。
でも君は強いね。片付いたか。ご無事でしたか、ハベル卿。ラザフォードも怪我はないようだな。クライブ様、おかげで助かりました。こんな奴らに引けを取るとは、わしも年を取った。しかし、わしが軍の参謀としてなお襲ってくるとは、ダルメキアも落ちたものだ。バイロンが危惧していたのは、これか。貴様がシドだな。まずは礼を言う。叔父から話を聞き、馳せ参じました。どうかハベル卿、大混乱を避けるため、叔父の力添えをしてはいただけませんか。その前に一つ答えてもらおう。滞在人シド、貴様は今起きている混乱をどう見る。この混乱を生み出した原因の一端は間違いなく私にあります。私がやったことは許されることではない。ですが、こうも思っています。決して間違ったことはしていないと。終末に向かって進む世界を止めるため、人が人として生きていける世界を作るため、そのために私は自分の信じた道を歩むだけです。たとえそれが世界にとって罪深きことであったとしても。腹を探ってやろうと思ったが、バイロンの言う通りの男かもしれん。今しばらくは信用してやるか。わかった、手を貸そう。アカシアどもの対策に追われていたとはいえ、状況を把握しきれていなかったのはわしの責任だ。それにダルメキアだけでなく他国も同様となれば、軍や兵に通ずるものが仕切るしかあるまい。感謝いたします、ハベル卿。貴様はどうする。私ですか。わしが兵をまとめる間にも治安は悪化していく。こちらの支度が整うまで民を導く者が必要だ。聞けば貴様は己の組織を率いているというならば、その腕を活かせると思うが。私にできることがあれば喜んで手を貸しましょう。ですが私にはまだやるべきことが残っています。それに民を導くという点で見れば、より優れたものに心当たりが。ほう、そのものを連れてくることはできるか。気難しい男ですが、おそらく。よかろう。わしはこのままバイロンのもとへ向かう。貴様はその男を連れてこい。ええ、わかりました。それではクライブ様、私はハベル卿を主の屋敷へ案内してまいります。わかった、道中気をつけてな。失礼いたします。民を導くには人に愛され浸水されるほどの力を持ったものが必要だ。それならロストウィングのカンタン、奴を置いて他にいないだろう。ゴールトン農場に行って奴に話をしてみよう。
簡単ね。ね、どこにいるんだ？あ、いたいたいた。カンタ、一つ頼みがある。なんだクライブ、わざわざここに来たってことはろくな話じゃなさそうだが、まあお前には恩もある。話してみろ。民を導くとは、いくら各国が混乱しているとはいえ、また大きな頼み事だ。ハベル教とやらが軍を安定させるまでの間、民を争いに巻き込まないようにする。あんた以上の適任者はいないと思うが。お前に頼られるのは悪い気はしない。だが今の俺には家族がいる。これで十分なんだよ。すまんなクライブ、断らせてくれ。そうか、やってみなよカンタン。なんだ。話が聞こえちまったけど、民を導くって要は生きる場所を与えるってことだろ。それってカンタンがずっと俺たちにしてくれてたことじゃないか。ならその民ってのも同じ家族だ。カンタンが忙しい時には俺たちでブドウ畑の面倒を見る。ここの心配はしなくていいから。そうは言ってもな。家族が言うことを信じられないのかい。まったく、なんてやつだ。カンタン言ってたよな、村の一つや二つ立て直してやるって。ついでにさ、国でも大陸でもまとめて立て直してきなよ。あんたならそれができる。仕方ねえ。大切な家族にそこまで言われちゃやらないわけにいかないじゃないか。その言葉を聞けて安心したよ。それで俺は何をすればいい。ハベル教から連れてくるよう言いつかっている。後で迎えをよこそう。ああ分かった。それまでのんびり支度でもしておくさ。頼むぞ簡単。戻っておじさんに報告しよう。開いた開いた。おじさん戻りました。無事にハベル教の協力を取り付けてきましたよ。よくやった。さすがはわしの甥だ。ハベル教はラザフォードの案内でポートイゾルデに向かわれました。それともう一人。もう一人。ええ、ハベル教が軍を安定させるまでの間、民を導く役割を求められました。そこでかつてロストウィングという村を束ねていたカンタンという男を説得してあります。その男の素性は。俺の悪党仲間といったところです。ほう、面白い。お前がその男に託すというのなら、わしも信じようじゃないか。同じ悪党仲間としてな。彼もおじさんの屋敷へ案内したいのですが。うん、後ほど迎えを出すとしよう。
ところでおじさん、軍のことはハベル卿にお願いするとして、もう一つの問題はどうするのです？物流の停滞、こちらも何とかしなければ。ああ、それは心配いらん。状況さえ整理できればやりようがある。すでにロザリア七家族に手を回した。資材を根こそぎ出させて金の力で解決してやるさ。連中、はじめはなかなか耳を貸さなかったが、お前のおかげでようやく話に乗ってくれたよ。俺の？先日アリアンヌおば様の筆頭執事を助けただろう。確かロックフォードとか。おば様がえらく感謝しておってな。お前も関わっていると話した途端、船10隻分の金塊をよこしてきたわ。おば様が出資したとなれば、他も動かぬわけにはいかんだろう。なるほど、そんなことが。よし、では屋敷に向かうとしよう。クライブ、お前も立ち会ってくれ。わかりました。だから先にあの街道を平定せねば、ランデラに食料を輸送できんと言ってるんだ。お前こそ何度言えばわかる。あそこにはアカシアが救っておるんだぞ。それを撃つにも兵がおらん。後回し後回し。ならランデラへの輸送も後回しということだな。それでは困ると言っておろうが。わしの直下の大隊を風の大陸治安維持の中核に置くのだ。腹が減っては奴らも動けん。それくらいわかるだろう。これから手を組もうってのに早速喧嘩とは。街道がダメなら船を使えばいいじゃねえか。バイロン卿、商船は余ってるんだろう。そいつを何隻か使わせてもらう。ランデラには食料を詰め込んで向かって、ついでに避難民を乗せて帰りゃいい。ここに来る途中でラザフォードから話を聞いたんだが、あんたら昔からの知り合いなんだってな。確かに随分仲が良さそうだ。誰がこいつと。その根は不捨だか。クライブ、本当にこいつに民を任せるのか。やはり滞在人が進めてくるやつにろくなものはおらん。おい、ハベル、今のは聞き捨てならんぞ。わしの可愛い老いを愚弄するなど。お前が最初に食ってかかっただろうに。楽しい階段だよ。では改めて、我々がやることは国を起こすことでも民を支配することでもない。ただこの地を平定し、この地に生きる民を守るのみ。そのために軍はハベル、物流はわし、民は簡単がそれぞれ進むべき道を作るのだ。万事がうまくはいかぬことなど百も承知だが、我々が作った道を誰かが通る。誰かが通れば人が続く。さすればいずれ多くの民が歩く道となろう。すべてはこの世界とわしの甥クライブ・ロズフィールドのため。クライブが人が人として生きられる場所を作るなら、そこに生きる人を作るのが我々の役目だ。おじさん。それでは我らの決意を調印書に記そう。我々はそれぞれロザリア、ダルメキア、ザンブレクの生まれだ。いにしえに習って我らの絆をこう名付けよう。三国同盟と。
有意義な会談だったな。ええ、本当に。これからわしらは全力をもってお前を支える。我々が民の道を作るなら、我々の道を作るのはお前だ、クライブ。だから我らの決意を記した調印書をお前に預けよう。お前はまっすぐに自分の信じる道を進め。はい、ありがとうございますおじさん。うわー、これ長かったなー、このサーフ。よし、あんなでかいのまで出てきちまって。え、あといくつあるね、サーフクエ。よし、ではね、今回一旦これで終了して、次回も残りのサーフクエをね進めていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。の作業でした。